西内つるひこさん完全解説。非人生学校です。今回は、あの木内つるひこさんの完全解説編。世界を探しても類を見ない、めちゃめちゃ貴重な経験を伝えてくださっている木内つるひこさんについての読書、動画視聴を合わせたら数十時間ですが、これら全てを網羅する形でまとめました。有料級です。これをご覧いただくと、リアル臨死体験をなんと3回もして、死後の世界、そして宇宙の仕組みを知ってしまった木内つるひこさんが伝えてくださっていることが、まるっと分かっちゃいます。早速目次から行きましょう。1、なぜ木内つるひこさんを知る必要があるのか。2、3度の臨死体験で知った死後の世界の真実、究極のトップ10。3、3度の臨死体験で知った宇宙の仕組み、究極のトップ5。では、楽しく学んでいきましょう。1、なぜ木内つるひこさんを知る必要があるのか。結論から言うと、死後の世界、宇宙の仕組みを知ることで、今の生き方が間違いなく変わってくるからです。ちなみに木内つるひこさんのことを中には知らないという方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に説明すると、22歳の時、上腸間膜動脈性十二指腸閉塞という世界でも珍しい、かなりやばい状態になって、なんと30分もの間、心肺停止、脳波も停止という完全死亡状態から生き返ったという奇跡中の奇跡の人なんです。もはや臨死体験じゃありません。完全死亡体験をして生き返った人なんです。そして彗星探索家、彗星を探索する人です。一生の間で一個も見つけられないという彗星を、なんとわずか数年で4つも発見したというありえないことを成し遂げている方でもあるんです。しかも見つけたらノーベル賞級と言われた彗星をたった11桁の電卓で軌道の計算をして発見に成功したのですから、この時世界が驚いたんですね。それだけではなく、太陽光を利用したエネルギーシステムを考案したり、国際特許を取得するなど、現実の問題を見事解決する技術を考案して実践されている方でもあるんですね。死んで生き返ったなんて信じられるかよ。なんて声が聞こえてきそうですが、木内さんの話はあまりにもリアルすぎて、ガチで死んでも意識ってあるんだなって思えてくるんです。もし死んでもですよ、そのまま意識は生きているはずと思って生きるのと、何もなくなって終わると思って生きるのでは、生き方が変わってきそうだと思いませんか？人生学校自身、小学校の時、空を見上げながら、なんで生きてるんだろう、なんて考えて、じゃあこの考えてるってなんだろうって考えがループして、その時は結局答えがわからなかったんですよね。やべえやつじゃねえかよ。ですが、死後の世界、普通にあるでしょうって今は思っているんです。実際のところ、死ねばわかるのでどっちでもいいのですが、死後の世界があると思って生きていた方が、目の前の人、目の前のことを大事にできると思いませんか？動画を最後までご覧いただくことで、死後の世界がどうやらありそうだということに気づくきっかけになって、さらに宇宙の仕組みがリアルに仮にわかったとしたら、さらに生き方、変わるきっかけになるはずです。これが否定できないくらいのリアルな証拠がもうたくさん書かれているんですよ。例えば、30分間心肺停止状態になってから生き返ったというのは、医療現場でリアルに残っているおそらく世界初の事例です。著者の木内つるひこさんがめちゃめちゃリアルに死んで生き返った貴重な体験を自分に当てはめて疑似体験することで、わざわざ臨死体験をしなくても確実に気づくことがあるはずです。では、死後の世界にお連れします。2、3度の臨死体験で知った死後の世界の真実、究極のトップ10。第10位、肉体は魂が宿る乗り物。世の中の 99% の人が信じることができないことは何かというと、それは肉体は魂が宿る乗り物ということです。なぜなら、木内さんは実際30分間心肺停止状態、つまり1回死んで生き返った体験からはっきり分かった事実だからです。よく言われる臨死体験とは、第一次臨死体験です。三途の川が見えたとかですね。木内さんが体験したのは何度も言いますが、30分もの間心肺停止、脳波も停止の完全死亡状態。これ第二次臨死体験と言います。そこから生還した話なんです。で、分かったこと、それは、魂が主体で、肉体は乗り物。魂は永遠に生き続ける。あくまで、肉体は乗り物なので、大事にしてメンテナンスしながら使う必要があるんです。肉体が乗り物で、魂が主体であることが分かったら、運転手段である、魂の本当の気持ちに従って生きることが大事ということが分かります。大事なことですので、もう一度だけ言います。魂の本当の気持ちに従って生きることが大事。肉体は、あくまで魂が宿る乗り物なんです。第9位。魂だけになっても今生きている意識と全く同じ。肉体が死んでしまった後、魂だけになるとどんな状態なのかなというと、今生きている意識と全く同じなんです。そんなわけねえだろ。
これは死んだ時楽しく答え合わせしましょう。だからこそ、一見肉体が死んでしまった時、自分が死んでいるということに気づかないんです。ただ違うことがあります。それは視点です。見えている目の位置ですね。自分の体をまるで第三者から見るような視点に変わるんですね。なので、あれ?あれ?という感じなんですね。もし病室で自分が亡くなるとします。すると家族が泣いていたりするのがそのまま見えるし聞こえます。ただ、俺ここにいるし、なんて話しかけても相手に聞こえないんですね。死んだ直後、魂だけになっても目の前の光景がそのまんま見えて、今ここにいる状態で、今生きている意識と全く同じなんです。第8位。第2次臨死体験で魂だけになっても全てがはっきりと聞こえる。木内さんは第2次臨死体験をしたことで完全に死後の世界を感じることができたと言います。先ほども少し触れましたが、臨死体験には第1次臨死体験と第2次臨死体験があるんですね。第1次臨死体験は、いわゆる多くの人が三途の川が見えたり、花畑が見えたりするあれです。木内さんの場合は、第1次臨死体験で先に亡くなっていたおじいさんやいとこなどが、向こうに素晴らしいところがあるから、などと話しかけてくれたそうです。第2次臨死体験は死亡体験ですので、木内さんの場合、木内さんがカクッと自分の首が落ちて心臓も止まります。それを見たお母さんが、死んじゃったと言ったそうですが、その時お母さんの声もはっきり木内さんは聞こえていたそうです。心臓が止まって耳の機能も働いていないはずなのに、はっきりと聞こえるんですね。木内さんはこの第二次臨死体験の時、体が軽くなったせいか、調子が良い感覚があったので、大丈夫だよ、生きてるよってお母さんやお父さんに一生懸命話しかけるんですが、相手は反応しません。その後、心臓マッサージと人工呼吸をされて、看護師さんがお母さんに他の看護師さんを呼ぶようにと伝えているところも、はっきりと木内さんは聞こえているんです。いわゆる幽体離脱の状態なんですね。死んだら五感はなくなるはずです。ですが、耳は聞こえるというのは何か特殊な機能なのかもしれませんよね。魂だけになっても全てがはっきりと聞こえるんです。第7位、魂は瞬間移動できる。魂だけになると、想念しただけで自由にパッと瞬間移動することができるようになります。木内さんのお母さんはカクッとなって心臓が止まった時、死んじゃったと言った後、外に出て行ったまま戻ってこないので、木内さんは、木内さんのお姉さんに電話でもしに行っているのかなと思ったそうです。するとそう思った瞬間、木内さんは公衆電話の受話器を持ってダイヤルを回そうとしているお母さんの横に瞬間移動して横に立っていたというんですね。つまり思った瞬間に移動したわけです。その時、俺は生きてるよとまたお母さんに伝えるのですが、反応がありません。そこで次は自分が生きていることを木内さんのお兄さんに知らせようと思いました。するとその瞬間、パッと移動してお兄さんの目線で車を運転している状況が見えたんですね。一緒に車に同乗しているお姉さんたちの会話ももちろん聞こえます。木内さんは後に生き返った後、自分が臨死体験中に見えたことなどを家族や友人に話します。するとこういう反応でした。あー、確かにそうだったね。木内さんは、いやいや、なぜ知るはずのない自分が知っていること自体に驚かないんだろうって木内さんの方が驚いたそうです。それはそうですよね。本人は病室で完全に心肺停止で寝転んでいたんですから。死後の世界は思ったらパッと瞬間移動できる世界なんです。第6位、魂が持っている使命。私たちの魂が持っている使命は何かというと、それはいろんな経験をすること。超シンプル、背負い投げということは、時には努力して嘆き悲しんだりすることも、これ貴重な経験なんです。なぜなら魂だけになると、そんな貴重な経験すら全くできないからなんです。ちなみに魂だけになった時に感じる衝撃の事実があります。それは暇で仕方なくなる。なぜかというと、思ったらパッと行きたいところに行けるし、欲しいものがあったらパッと現れてしまうからですね。生きている中で経験を通して得た感動って、生きているからこその最大の喜びなんです。特に何かを乗り越えた時なんて人の温かさとか思いやりとか自然の恵みに対して感謝を感じることもあるかもしれません。だからこそ、この肉体がある限られた貴重な時間があるうちに、肉体を大切に使いながら、いっぱいこれでもかというくらいたくさん経験して人生を全うすること自体が魂の持つ使命だったんです。つまり、なぜ生きているか、使命は何かの答え、それはとにかくその肉体を使っていろんな経験をすること。辛いことも、悲しい時も、元気が出ない時も、やる気が出ない時もあります。それらも全部含めて、すべて至って順調なんです。すべての経験を通してがっつり学んでいる最中なんです。第5位、人間として生まれた理由。魂が持っている使命は経験するためでしたよね。ではなぜ私たちは人間として生まれたのでしょうか。その理由は、結論から言うと、この地球環境、生態系を維持して次の世代につなぐためです。
自然のまんまにして人間が手を入れない方が良いという考え方もできそうですが、木内さんはそれは違うんだと言うんですね。人間が植物に手を入れて動物が住みやすくしたり植物が育ちやすくする、その知恵と技術を人間は持っています。つまり地球の環境を保つためには人間による手入れが必要というんです。人間の知恵と技術を使って地球のお手入れをする係員のような役目なんですね。そこで木内さんは言います。実は魂の視点から見ると、この地球といういろんな経験ができる貴重な環境を維持し続けるために人間が知恵を出し合うことこそがお役目なんです。動物も植物も鉱物も人間も同じ地球という船をお借りしてお互いに助け合いながら共生しているからですね。地球は最初にもから始まって植物、動物へと種類を増やして生命体が広く住み着いて地球上に最後に生まれたのが人間。人間は最後に生まれたいわば新参者。先に地球に住んでいる先輩にあたる他の生き物たちが住みやすくするために下働きをするための存在と言っても過言ではないというのです。人間は後から住まわせてもらっている後輩なのに調子に乗ってしまって部屋とかを散らかして汚してしまっているパターンと考えると、ちょっと人間のやってること笑えてきますよね。人間様なんだから地球を汚したり生態系を崩したりしてもいいじゃん。なわけないんです。第4位、自分の背後にどんな情報でも取り出せる膨大な意識の存在がいる。木内さんは認知体験をした時、自分の背後にどんな情報でも取り出せる膨大な意識の存在がいると感じたそうです。この膨大な意識に自分が包まれると、なんと太陽系、地球、人間、動植物、すべての生物、生命体の誕生からその終わりまで、すべての膨大な情報が自分のものになるそうです。その時はまるで急に頭が良くなって天才になったような感覚になるそうです。ですが、ひとたび生き返ってしまうと、この膨大な意識から得られていた宇宙の情報がほとんど思い出せなくなるんですって。どうやら死ぬと誰でもこの膨大な意識の存在に自分が吸収されてしまって、自分個人としての意識がなくなります。そして、まるで空間全体の一部として同化してしまうんですね。この時どんな感覚なのかというと、すべては一つであるという感覚なんですね。あなたも私もそれ以外もすべては一つという感覚、想像してみてください。自分の背後にどんな情報でも取り出せる膨大な意識が存在していて、宇宙の情報は何でも分かって何の悩みもない状態、どうでしょう。これ退屈で仕方なくなりませんか？だからこそ個人というものに分けていろんな経験をして、その経験を持ち帰るという風にできているのかもしれません。つまり生きるとは経験を積むこと。ちなみに膨大な意識をもう少しイメージしやすいように例えると、スーパーコンピューター。このスーパーコンピューターは自分の中に3次元という一つの世界を作り出します。その世界の中には銀河があって、太陽系があって、地球があって、その地球の中では様々な生命活動が行われていきます。どんな小さなものも全ての元はスーパーコンピューターの意識の一部という状態なので、その一部は全体にアクセスすることもできます。つまり私たちはスーパーコンピューターが生み出したバーチャルなキャラクターを個人としての自分だと認識しているということになるんです。自分の背後には実はどんな情報でも取り出せる膨大な意識の存在がいるんです。さあ、私たちも死んだ時はこの膨大な意識楽しく確認してみましょうね。第3位、魂は過去に瞬間移動できる。木内さんは臨死体験をした時にいろんな場所に瞬間移動できることが分かりましたが、なんと時空も超えて過去へ移動することができたんですね。例えば自分が6歳の時のことが気になってそれを意識すると、その瞬間に当時の風景がパッと見えてきたそうです。なぜ6歳の時のことが気になったかというと、河原でお姉さんと遊んでいた時、危ないという声が聞こえたことがあったんですね。で、あの声は一体誰だったんだろうってずっと心の奥底で気になっていたからです。6歳の木内さんは危ないという声に振り返ると、お姉さんへ向けて大きな石が崩れ落ち始めていたんです。その時6歳の木内さんは思いっきりお姉さんを突き飛ばして、無事に岩はお姉さんには当たらずに済みました。ですがお姉さん足の親指の爪を剥がしたので大泣きしたんですね。それでいたずらをしたと勘違いされて、お兄さんたちからめちゃめちゃ怒られたんです。なのでそれが悔しくて忘れられなかったわけです。そんなわけで当時を思い出したら、お姉さんの後をついていく6歳の少年の自分を上から見下ろしている情景が見えたんです。そして大きな石が落ちそうになって、思わず危ないと木内さんは叫びました。その時気づいたんです。あの危ないと叫んだ声の主は未来からの自分自身の声だったということを。魂はどうやら過去に瞬間移動できて影響を与えることもできるようなんです。第2位、魂は未来にも瞬間移動できる。なんと魂は過去だけで
ではなく未来にも瞬間移動できます。ただ未来についてはわからないので想像しようがないですよね。そこで木内さんはどうしたかというと、漠然と未来と強く意識したんですね。見れてるか？行けたんです。すると大きな畳の部屋で中年の男性が30人ほどの若者に向かって講演をしている状態が見えました。講演者の後ろから見下ろす目線で見ているんですね。実際にここで見た映像は、なんとその後未来において木内さん自身が同じ服装で同じ場所で講演するという現実になったんです。木内さん、この情景の他にも未来について見えたことがあります。それは二つの重なる未来のイメージです。一つは荒廃した世界、もう一つは明るい未来。重なる未来のイメージだったことから、私たちの未来はどうやら今の選択にかかっているようだと感じたそうです。魂は未来にも瞬間移動できるなんて、ドラえもんの世界。第1位、魂のみになると肉体があるうちに行動しなかったという強い後悔が残る。木内さんが3回も臨死体験をして強く強く感じたこと、それはこの人生で行動しなかったことへの強い後悔が残るです。1回目の臨死体験の時は余命1週間と宣告されて猛烈な後悔に苦しみます。この苦しみ、実は肉体の苦しみ自体よりももっともっと辛かったと言います。どんな後悔の苦しみかというと、どうしてあれに挑戦しなかったんだろう、諦めなければよかった、こういった思いです。もう次々に出てきたそうです。死ぬ時に強烈な後悔で苦しまないためには、自分があれやってみたいなと今感じていることって、人によって大きいこと小さいことの違いはあるものの、よく考えてみるとありますよね。それを毎日忙しいからという理由で取り組んでいないことに、今からでも取り組み始めることが何よりも大事なんです。もしあと1年で人生が終わるとしたらの著者で3500人を見取ったホスピス医の小沢武俊さんも、亡くなる直前の方が言う言葉の中に、もっと冒険しておけばよかったという人がとても多いという話がありました。これは人生の満足度に関する調査です。このグラフからだと人生に満足している人3割くらいなんですよね。この人生の満足度を上げるためには、あれを体験してみたいと思っているものがあるなら、今すぐに計画して予定に入れてしまうことです。例えば意外と家族や大切な人に心からの愛情を伝えるということも、実はやっておきたいことの一つかもしれません。今すぐ、または動画が終わったら大切な人に電話して感謝と愛を伝えましょう。明日何が起こるかなんて誰にもわからないのですから。私たちはいずれ肉体はなくなります。そしてそれがいつかはわかりません。私たちが死ぬ瞬間、できればこの言葉だけは言わなくて済むようにしておきたいものです。もっと冒険しておけばよかった、むしろこう言えるようにしたいですよね。挑戦しまくった、最高の人生だった、ということは今日一日悔いなく挑戦しまくった、最高の一日だったと言える一日にすれば、人生はもう上がったようなものなんです。だからこそやりたいと思っていることは、今すぐにできる範囲でまず計画することが大事なんです。なんて言ったって今日が一番若いんですから、たとえ数年後の計画でもいいので、仮に計画を先に立ててしまいましょう。3度の臨死体験で知った宇宙の仕組み、究極のトップ5。第5位、膨大な意識がこの宇宙をも想像してコントロールしている。先ほど出てきた膨大な意識、実はこの膨大な意識が宇宙をも全てを想像してコントロールしていると言います。例えば地球、太陽、他の星、動物、植物、私たち人間、全てがこの膨大な意識から生まれているんですね。脳を持つ人間や動物はおそらくこの膨大な意識とつながっていて、そこから情報を取り出しているのだと思うと木内さんは言います。もちろん人間は経験から学んで、その時その時に判断していることは紛れもない事実ですが、そういう自分がある意味膨大な意識の手足となっているようにも感じられたそうです。つまり自分自身が膨大な意識の一部のような感覚ですね。例えると膨大な意識は他個全体で、私たち個人は他個の足についている吸盤のような存在、また宇宙全体のシステムを支配しているスーパーコンピューターが膨大な意識だとすると、人間の脳がコンピューター、目は小型カメラ、生きている時の人間の意識はコンピューターである脳の映像を映し出すモニターテレビといった感じです。つまり自分というコンピューターの電源がオフになる、つまり死ぬと、意識は脳からの映像ではなくてスーパーコンピューターから送られてくる情報を映し出すようになるんですね。肉体が死んだら意識だけになります。すると生きている時に自分が経験した情報は全て膨大な意識に吸収されるというわけです。そして自分自身も膨大な意識に吸収されて、膨大な意識の一部になるというのです。第4位、2126年7月下旬に巨大隕石が地球に衝突する可能性。決して脅かすためのものではありませんが、直近で言うと天文学的に2126年7月に巨大隕石が地球に衝突する可能性が高いのだそうです。
生きていないわいと思うかもしれませんが、宇宙の年齢からすればあとたった100年後のこと。この巨大隕石の正体はスウィフト・タッフル彗星。この彗星の直径はなんと 20km と推測されています。東京タワーが 333m なので、東京タワー60本分を縦に積み重ねたくらいの大きさの球体ということです。とんでもない巨大隕石ですよね。このスウィフト・タッフル彗星こそが映画アルマゲドンやディープインパクトのモデルになった彗星なんです。ちなみにこれがもし地球に衝突した場合は地上生物が絶滅するほどの大惨事になるって言われています。ちなみに直径約 20km のたった数パーセントレベル、東京タワー2個分ぐらいの直径 50m の隕石が地球に衝突しただけでも広島型原子爆弾のなんと1万7000倍の破壊力があるんですね。彗星探索家の木内鶴彦さんは130年もの間行方がわからなくなっていたこのスウィフト・タッフル彗星を世界中の天文学者が探していたところをなんと再び発見した張本人なんですね。当時この彗星が衝突する可能性が高いというニュースは瞬く間に世界中の天文学者に広まって、専門家の間でも対策を講じる論議が繰り広げられました。その結果、地球から遥か遠くで核ミサイルを撃ち込むことができれば彗星の軌道を変えることができるということが分かりました。ですがこの計画を実現させるためには核ミサイルをどこの国に提供してもらうか、どう打ち込むのかなど、いくつもの問題を乗り越えなければならないというわけです。なので今すぐに取り掛かったとしてもギリギリ間に合うかどうかという非常に深刻な問題だと書かれていたのですが、最新の NASA からの情報を調べてみると、2126年8月5日に月と地球の距離の約60倍のところまで接近はするけれど、人類滅亡の危機はどうやら解消されたという情報を見つけました。なんやかんやで地球って本当に守られていますよね。第3位、過去の地球では身長約3メートル、寿命300歳だった。なんと木内さんは臨死体験を経験した後、過去の人物の意識に入り込むことができたそうです。過去にも瞬間移動できるからですね。特に本人がぼーっとしているときは入り込みやすいのだそうです。そしてその人の人生を直接見聞きしたり、その未来を見ることもできるようになったんですね。そしてだんだんと自分の視点が変化してくるようになったと言います。どんな視点かというと、それは宇宙から地球を眺めるような視点です。そんな視点で眺めていると、過去には月がなかった頃の地球が存在していたそうです。その頃は今より重力が少なくて、人間の寿命は300歳くらい、身長は2メーター50センチから3メーターほどあったそうです。いやいや、そんな架空の話をされても。そう思いますよね。ですが最近ボリビアで女性モンゴロイドの骨が発見されて、身長が2メートル50センチあったとされています。さらにメキシコでも同じような骨が何体も出てきています。さらにさらに歴史上明らかになっている中で最も身長が高い人物、ロバート・ワドローさんは死亡時の身長はなんと272センチ。ちなみにこの写真の右側はお父さん、身長182センチあります。ちなみにロバートさん、16歳の時240センチ、166キロ。17歳の時248センチ、180キロ。18歳の時254センチ、177キロ。3キログラム体重落ちても身長6センチ伸びとる。靴のサイズは49センチだったそうです。ロバートさんは22歳で亡くなったそうですが、2メートル50センチから3メートルの人が昔いたという話、ありえなくはないですよね。ちなみになぜ当時と比べて身長が現代人は低くなったかというと、木内さん曰く、月の誕生によって地球上の重力や気圧が変わったから。重力や気圧の変化によって大型の恐竜も住めなくなったと言います。人間も潮の満ち引きの運動の影響によるストレスなどによって次第に小型化していって、それが江戸時代末期から明治にかけて続いたんだそうです。地球の歴史を見てみると、身長も寿命も伸びたり縮んだりしている説あると思います。第2、月の誕生の仕組み。木内さんは彗星探索の専門家です。通常は一生で一つ見つけられるか見つけられないかという彗星を短期間でなんと4つも見つけ、自分の名前、木内という名前が入った彗星もあります。そんな生粋の専門家が臨死体験をした時、月の誕生の真実が見えたというんですね。結論から言うと、彗星が地球の引力に引き寄せられて月になったです。地球自体今よりずっと乾燥して陸地は広く、今のような五大陸ではなくてまるで一つの大陸のように見えたようです。ちなみに海は地球の3分の1ほどだったそうです。そこにある日巨大な彗星が太陽に接近して、その勢いで地球の引力圏内にやってきたというわけです。これが1万5000年前の出来事だったというのですね。なぜ木内さんは1万5000年前という正確な年代までわかるのかというと、星の位置を見ることで時代を見ることができる能力を持っているからです。例えば北極星の形は微妙に変化していて、その形を見ることで時代が推測できるんです。北極星の形がこの形ならこの時代というふうにですね。
それが臨死体験ではっきり見えて覚えているので計算ができるわけです。もともと月はこの地球に近づいてきた巨大な彗星だったわけですが、この彗星はその中心にある部分は岩石で、その周りは氷の塊に包まれていました。ですが太陽に近づくことでその表面が一気に溶けて蒸発してしまったんですね。そしてその蒸発した水が地球の引力に引っ張られて、まるで掃除機で水を吸い取るように地球に引き寄せて、その中心の残った岩石が現在の月というわけなんです。この時一時的に地球はもうそれはそれは大洪水なんてものではない状態になります。バケツをひっくり返して頭から水をかぶるなんてものを超えた量が天から降り注いだわけです。それで地球の3分の1が水だった状態が一気に地球の3分の2が水となって、多くの陸地は水没して5つの大陸に分断されたというわけです。このことをノアの箱舟、大洪水と呼んでいるのだそうです。この時多くの生き物、人間などは当然たくさん死んでしまいます。ではこの時生き残った人はどこにいたかというと、北アフリカの高地に逃れていた人たちだったそうです。月の正体は氷に覆われた巨大な彗星だったんです。第1位、宇宙の誕生の仕組み。宇宙の誕生、それは歪みから始まったと言います。木内さんが経験した膨大な意識の世界は5次元の世界で、誰がどのようにして起こすのかはわからないけれども、ある時歪みという変化が生じたそうです。木内さんは言います。膨大な意識がある5次元に歪みができて、それがまた元の5次元に戻ろうとします。5次元に戻るまでのこの3次元の世界に私たちが肉体を持って生きているんです。メビウスの輪のように3次元と5次元を行ったり来たりしているのが宇宙の営みなのかもしれません。木内さん、彗星探索家だからこそ絵空事ではない重みがあるんですよね。さらに木内さんは言います。歪みが起きるとそこに渦のようなものが見えました。これが回転する渦の運動となり、渦の中には極小の粒子が集まり始めます。これは水素原子かもしれません。こうした渦がたくさん現れ、石鹸の泡が吸着するように一箇所に集まります。どんどん集まって巨大な塊になって、臨界点を超え、ついには大爆発を起こします。これがいわゆるビッグバンなのではないかと思います。どういうこと？例えるとこんな感じだそうです。両手の手のひらをピタッと合わせてみてください。次にその手をパッと離し、手のひらの間に空間を作ります。するとかすかですが、空気がその空間に流れ込むのを感じることができますよね。この時の空気の流れ、これがエネルギーの流れというイメージに近いかもしれません。世界の常識では宇宙はビッグバンから始まったと教わっていますが、木内さんが臨死体験で見たビッグバンはわずかな歪みから始まっていたそうです。これは天文学や物理学を学んでいた木内さんには少なからず驚きだったそうです。まとめると、宇宙の最初は5次元空間だった。空間は意識で満たされていて、歪みが起きることで渦が生まれ、渦が集合して大爆発した。この大爆発はさらなる歪みを星の数ほど生み出して渦となった。これが繰り返された。粒子の衝突、融合の中で鉱物が生まれ、星を形成する物質が生まれた。そこには歪みを解消して元に戻ろうとする。この爆発と戻るという永遠の連鎖が宇宙の営みである。現時点でこの地球という星には希望がないと見切りをつけた人が、大真面目に巨額の資金を投じて火星に避難することを考えているのだそうです。ですが火星に行くのには半年かかります。そしてたどり着いても重力は弱いんですね。すると人間の骨は細く脆くなります。そしてもし地球が恋しいと思ってまた半年かけて地球に戻ってきても、肉体的に地球の磁場重力圏では生活ができなくなります。だったら今からこの美しい水の星、地球をなんとか元の絶妙なバランスの生態系に戻して、この環境をもう一度維持していく方へエネルギーを注ぐ方が賢明ではないですか、と木内さんは言うわけです。おまけです。肉体の能力を最大限に引き出す方法、この限られた肉体の能力を最大限に引き出す方法があります。それは自分はすごいと褒めてあげるです。もし周りが自分のことを全然褒めてくれなくても大丈夫。自分自身で自分はすごいという見方をすると、細胞が活性化して元気になって能力を最大限引き出すことができるようになります。周りは関係なく自分次第というわけです。ちなみに病気になった時は自分の細胞に正常になれと宣言して命令すると、細胞自身が治ろうと決めるそうです。これをやって死にかけた時、お医者さんもびっくりするような奇跡のような細胞再生が起こったという話もありましたよ。おまけ2です。万が一死にかけた時戻ってくるコツ。もし死にかけて肉体から意識として抜け出したら、3、4日後の近未来の自分に意識を合わせます。そこで自分のお葬式をやっていなければ助かったということだそうですので、その時は今いる場所に戻るとただただしっかり強く意識すれば OK だそうです。
宇宙の仕組みも分かった。死後の世界の真実も分かった。あとは今世でたくさんの経験をして、さらに進化成長を楽しむために、魂の深い部分の意識である潜在意識を書き換えて、自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して、望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣と5大特典を無料で概要欄の1万2000人以上が登録してくださっている公式 LINE から期間限定でプレゼントします。絶賛準備中です。内容は1、最新版潜在意識を書き換える魔法の3ステップ完全書き換えプレミアムビデオ2、マジで願望実現する目標設定3ステップ電子書籍3、3400万円自己投資で発見した成功の原理原則7ステップ4、3秒でポジティブになる名言50選5、経済的豊かさ特化アファメーショントップ10お楽しみに。非公開で有料級の内容のため期間限定で配布予定です。見逃さないようにこちらの QR コードからか動画下にある概要欄公式 LINE のリンクをクリックしてしばらく先になると思いますが次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。宇宙の真実とか死後の世界とか永遠のテーマですが宇宙の大きさに比べたらほんと地球なんて微生物みたくちっちゃい存在なんですよね。それに生きている間の100年なんてほんの瞬きみたいな長さですよね。その間に自分が何をするのかは自分で自由に選べます。人と比べる必要なんてない。自分の心地よいペースで自分に素直になって、やりたいことをやりたい時に挑戦してみる。生きているだけでも丸儲け。今日という日を楽しんだもん勝ちな気がしますね。臨死体験しなくても人生観は変えられるのじゃぞ。いつもご覧いただきありがとうございます。応援の意味でもね、チャンネル登録ボタンポチッと押していただけると嬉しいです。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容が160本以上。今なら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴できます。今回の木内鶴彦さんの数々の本には、この他にも宇宙の真実や死後の世界についてだけでなく、興味深い内容が分かりやすく詳しく書かれていますので、興味のある場合をね、ぜひ手に取ってページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは死ぬ時に最高の人生だったと言えるような生き方が必ずできます。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。